キリキア地方。13世紀から14世紀、キリキアアルメニア王国が存在した時期のものキリキアはトルコ南部にある地中海に面した一地域の名前。地中海を隔ててキプロスと向かい合い、また南東部にシリアの位置する地域である。北は世界遺産で有名なカッパドキアと接している。キリキアは海岸沿いのチュクロワ平野と 西部のトロス山脈をはじめとして、平野部を取り囲むように広がる山地の部分とで成り立つ。聖パウロの生誕地である、タルススの町があることで知られる。現在はトルコ第四の都市あだ名がある。アナトリア半島の東部及び南部は、険しい山地や高原が広がっているため、平野部のあるキリキアは、古くから小アジアやヨーロッパと中東を結ぶ交通、貿易、戦略の要衝であった。 トロス山脈には細く険しい道があり、特に交通の重要地として、キリキアの門と呼ばれた。ヨーロッパと中東を結ぶ中継地であるため、地政学的に言う干渉地帯であり、古代から何度も支配者が入れ替わった地域でもある。ギリシャ神話の人物キリクスから来ている。また、フェニキアかアッシリアの王子キリックから来ているとも言われる。冒頭で述べたように、この地域は、 チュクラワ平野とそれを囲むトロス山脈などの山脈部でできている。そのため古代イギリシャの歴史家ストラボンはこの地域を山地のキリキアと平地のキリキアとに分けて考えた。特に平野部は大部分が高原や山地で構成されるトルコの領土の中で数少ない平地であり、トルコの中でも最も活発な地域の一つである。 小麦などが栽培されており、トルコ第四の都市あだ名があって、他の産業も盛んである。現在のこの地域における行政区画は地中海地方を参照のこと。キリキアはアケメネス朝ペルシアの建国者キュロス2世によって、紀元前6世紀に征服され、それから紀元前334年から始まるマケドニア王国のアレクサンドロス3世によるペルシアの征服まで、 ペルシア領であった。アレクサンドロス3世が東方に遠征する途中、紀元前333年にアレクサンドロス一行はキリキアに立ち寄った。そしてこの年にペルシアのダレーオス3世と戦って勝利し、その3年後にダレーオス3世の死と共にアケメネス朝は滅亡する。しかし、間もなく紀元前323年にアレクサンドロスが急成すると、 その光景をめぐって、激しい争いが繰り広げられる。争いの末キリキアはセレウコスアサシリアの支配域となる。セレウコス朝の初代王セレウコス一世は、このキリキアの西部沿岸地に、セレウキアという名の,の町を建設する。しかししばらく支配は、安定したものではなく、間もなくプトレマイオス朝エジプトのプトレマイオス二世との領土争いが起き、 キリキアを含むアナトリア半島の南岸部を失う。しかしその後セレウコス町のアンティオコス2世は、マケドニアのアンティゴノス2世と同盟を結んで、エジプト戦いを挑み、小アジア海岸地域の奪還に成功する。その後シリアは、領土拡大に動き、小アジアの西、南沿岸部をすべて制圧する。しかし、当時シリアはハンニバルを亡命者として受け入れていた。 ためにローマと対立し、ついにはローマと戦って破れてしまう。この敗戦による賠償でシリアは、トロスサンムヤク西部より異性をすべて失い、キリキア地方西部はロドス領となる。これを境に、セレウコス長は衰退に向かう。前一世紀には、東方のパルティアに押されすっかり弱体化したシリアは、その頃力をつけてきた。 カフカスの大アルメニア王国により壊滅的な被害を受けることになる。アルメニアのティグラネス2世はそれまでパルティアに奪われていたアルメニア大地を奪還した勢いで、ついでにキリキアとシリア本土をも制圧した。ローマ帝国のキリキア属州これでキリキアはアルメニアのものになるかと思われた。しかし、当時アルメニアはローマと敵対関係にあった隣国ポントス王国の ミトリダティス6世をかくまっていたため、ローマの将軍、ルクルスに攻められ、アルメニアの街をかなり破壊された。しかし、それでもティグラネス2世は、ローマに抵抗する姿勢を見せたため、アルメニアは、全66年、ポンペウス率いるローマ軍に攻撃される。これにより、ティグラネス2世は、ローマがすでにアルメニアの敵対国パルティアと同盟を、組んでいたことなども考慮した上で、 ローマにミトリダティス6世の身柄と賠償金を引き渡し、そしてキリキアを含む彼の制圧した地域を全て手放して降伏する。これによってキリキアはローマの属州に加えられ、タルソスが州都に指定される。その後、長い間キリキアはローマ帝国及び温世期末以降ローマ帝国の東半分の領土を受け継いだ東ローマ帝国の領土となる。 紀元前後には、シュートタルソスで、キリスト教の伝道師となるセパウロが誕生する。その後、セレウコスアサシリアの首都であり、その後シリア属州の、シュートとなったアンティオーキアが、キリスト教布教の拠点となり、隣のキリキアも、キリスト教の強い影響を受けるようになる。しばらくは、東ローマ帝国の領土として安定していたが、7世紀にイスラム教が起こると、 その後アラブ人は他方面に征服活動を進めていく。その一環としてアラブ人はシリア方面で636年にヤルムークの戦いで東ローマ帝国軍を破り、その後キリキアはシリアと共にイスラム帝国領となる。その後イスラムの手によってあだ名の町が作られるようになる。当時はコンスタンティノープルまで攻め上がってくる。 イスラム帝国をここで何とか撃退して平安を保った東ローマ帝国だったが徐々に国力が回復していき9世紀になり東ローマ帝国の王朝がマケドニア朝になると963年に即位したニケフォロス2世フォーカスは当時カリフによってキリキアの統治を認められていたアラブ系のハムダーン朝と戦いキリキアやアンティオキアを含むシリアの一部を奪還する 領土を回復した後東ローマ帝国はこの地域にアルメニア人の役人を送って地方長官に任命する。その後、この地には多くの勢力が往来し混沌の世界へと向かっていく。この地に赴任するアルメニア人長官は徐々に世襲化されていき、土地の開発に次々と着手して勢力をつけるようになる。住人の多くがキリシャ人やシリア人。 アラブ人だったこの頃、東方のカフカスではアルメニアが、ムスリムや東ローマ帝国、そして11世紀半ば以降、トゥルク系のセルジューク町に次々と侵略されていた。住家を荒らされた多くのアルメニア人は、貴族から商人、農民など階層に関係なく、国外へ次々と移住していく。 しかも彼ら移住者の多くは周りを山岳に囲まれた住みやすい平野のキリキアに集まってくる。そのため、キリキアは一気にアルメニア人の多い地域になり、特に有力者は東ローマ帝国の地方管理も含めてアルメニア人で占められるようになる。キリキアアルメニア王国国をレオ三世とその家族、一方、アルメニアを侵略していたセルジュークトルコは進路を変え、 小アジアを征服するべく東ローマ帝国との戦いに入る。1071年のマンジュケルとの戦いで東ローマ帝国は敗れ、以後キリキアを含め小アジアにトルコ人が続々と入り込んでくる。1095年には小アジアの西部を除くほとんどをトルコに奪われていた東ローマ帝国は危機感を抱きカトリック教会のローマ教皇を通して西欧諸国に 救援や傭兵を要請する。この出生に対して、西側諸国の教皇、領主、民衆は、いろいろな思惑を抱き、第1回十字軍が派遣される。1九9 7年、十字軍指導者のうち、ブローニュ博、ボードアント・タラント・コーボエモンのオイタン・クレッドがそれぞれ、騎士を連れて、キリキアの地に立ち寄る。彼らは、命名自分の国を築くことを目的にしていたため、 キリスト教徒であるアルメニア人に認められて建国しようと目論み、この地のトルコ軍を一掃する。しかしその後彼らはここに自分たちの望む王国が作れないと悟り、キリキアを去っていく。また、東ローマ帝国が弱体化したのを尻目に、アルメニア人の中では独立機運が高まる。そんな中1080年に創始されたルーベン・アッサは数十年間にわたり、 キリキア平野部の東ローマ帝国の勢力を攻撃して領土を広げ、以後独立運動の中心的役割を担っていく。一旦は1137年に東ローマ帝国のヨハネス2世イコムネノスにより制圧される。しかし外交巧みなレボン1世イなどの行により、セルジュークトルコの援助を得て、後に東ローマ軍を一掃し、他にも十字軍には、 積極的に物資の援助したり港を利用させたりしたため、ローマ教会にその功労を認められ、ついにルーベン・アサレ・ボン・二世は、ローマ教皇及び神聖ローマ帝国皇帝に王冠を授けられ、ここに1198年、キリキア・アルメニア王国が認められるようになる。この頃は、地中海貿易の中継地として栄え、また西欧から文化や学問が入り込んできて、 独自のアルメニア美術が発展を遂げるようになる。しばらくは安定していたが、1250年にエジプトでイスラムのマムルーク朝が起こり、ムスリムの脅威にさらされるようになる。これに対抗するため、ヘトム朝のヘトム一世はこの頃に、ペルシャやカフカスで破竹の勢いで諸国を侵略していた、モンゴル帝国に援軍を要請し、マムルーク朝に対処合同で戦った。 しかし間もなく、モンゴル軍の力が衰えると、マムルーク部隊により次々と襲われるようになる。14世紀に入ってからは、モンゴル軍は次々と改装していったためいよいよ、キリキアの防衛力がなくなり、一方で、王宮内では、後継者争いまで起き、マムルーク兵の度重なる襲来により領土は損なわれ、ついに1375年、キリキアアルメニア王国は崩壊する。 この時代の住民は、アルメニア人やギリシャ人が多数であったが、王国の衰退期頃から、彼らの一部はコンスタンティノープルなど西部へ移住していった。中には、さらに遠く、バルカン半島などを経て、西欧諸国へと移住していく者も,も現れた。写真の中、キリキアアルメニア国王の名称につく番号は、王国の建国年をいつとみなすかによって異なる。13世紀末に、 イルハン国の中から建国したトルコのオスマン帝国は15世紀、当時諸侯国の隣立していたアナトリア半島の平定を試みる。その一環で1471年にキリキア西部のことセレウキアはオスマン帝国の領土となる。16世紀に入るとセリム一世はマルジュダービクの戦いで残りのキリキア平野部やシリアを併合する。その後、キリキアが トルコ以外の手に渡ることはほとんどなくなる。第一次世界大戦で敗北したトルコは1919 19年、列強に分割統治されるが、そのうち、キリキアは、フランス領となる。その2年後の1921年に、トルコに返還され、現在に至る。なお、坂の急な愛路として、長年にわたり、防衛の要所となっていたキリキアの門は、現在では、 工事により道幅が広げられた上に高速道路が敷設されており、もはや防衛拠点ではなくなっている。ありがとうございます。